まずはじめにアメリカ大豆輸出協会市場アクセス戦略担当エクゼクティブディレクター北東アジア地域ディレクターロズリーク様よりご挨拶をいただきますそれではリーク様お願いいたします。 Good morning, everyone. 皆さんおはようございますアメリカ大豆輸出協会の北東アジア地域ディレクターを務めるロズリークです本日のサステナビリティシンポジウムに皆さんをお迎えでき光栄です ごご参加いいただきありがとうございますこのシンポジウムは持続可能性の重要性を再確認しその将来への影響について考える貴重な機会となります本日は次の4つの,セ4つのセッションを通じて持続可能な農業特に大豆についてさらに詳しくお聞き,お聞きいただきます1つ目はサステナブルな大豆の役割と可能性についてです2つ目はサステナブルな農業観光の現在将来多様性についてです3つ目はサステナブルな消費者行動と世界の 大豆食品市市場場ににおける市場戦略についててですそして最後に地球と私たちの体に優しいサステナブルな大豆製品についてですこれらの各セッションでは専門家が最新の知見と実践的な事例を共有します 私たちの目標は参加者に持続可能な未来に向けた取り組みをさらに促進する貴重な情報を提供することです東京会では地球規模の課題に対応するための役割を果たすことに尽力しており大豆農家は持続可能な未来の約束を常により良いものにし果たしていくために最新技術と実践を採用するために日々取り組んでいます最後に参加者と主催者やパートナーのご貢献とご協力に感謝いたします共に持続可能な未来を築く築く中で本シンポジウムの情報 が役立つことを願っています次に在日米国大使館の農務担当講師であるモーガン・パーキンス氏を紹介し歓迎のご挨拶をいただきます。 今回がモーガン氏が日本を離れ、次の任務に就く前の最後の公務になるかと思います。この8年間、農作物、貿易事務所ディレクター、そして農務担当講師を務めたモーガン氏と一緒に仕事ができたことは本当に光栄で楽しいことでした。日本に来てもモーガン氏に会えなくなるのは寂しいですが、モーガン講師より一言いただきましょう。改めましてご参加ありがとうございます。近いうちに皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。